ニュースなラジオ、八時五十九分までお付き合いください。まずは、このコーナーからです。今日の主なニュースを紹介するニュースピックアップです。キャスターの上田さん、お願いします。はい、まずは日産自動車のニュースからですね。はい、前の代表取締役会長のカルロス・ゴーン容疑者の職を解いた後の経営体制を協議するため、今日、取締役会が開かれたんです。けれども、うん、ゴーン容疑者の公認の会長を選ぶことは見送られました。うん 日産の西川博人社長は横浜市の本社で記者会見して新しい会長を選ぶ時期について来年3月末でもいいというふうに述べました。うんほう というのもルノーとの間で共通の理解を持つことは非常に大事だとも述べているんですね、うんえー、会長人事が先送りされた背景なんですけれども日産と筆頭株主であるルノーとの間の主導権争いがあるというふうに見られています、うんうん、次の会長候補は社外取締役3人が協議して取締役会に提案することになっています、はい、3人の社外取締役はこれまでに数回にわたって話し合いましたけれども ルノー出身の社外取締役が会長の人選に時間をかけるように主張しまして候補者の選定には至らなかった模様ですルノーはゴーン容疑者の失脚で日産への影響力が低下することを懸念して会長の選出にも関与したい考えなんですね、うん、日産主導で会長が選ばれることを牽制する狙いがあるというふうに見られます また今後のトップ人事をめぐりルノーが臨時株主総会を開くよう才川社長に書簡を送ったというふうな報道もありまして、うん、日産とルノーの不協和音が強まっているというなううな感じなんですね、うん、トップ人事も気になりますけど、はい、事件の方はこれどうなってるんですかはい、カルロス・ゴーン前会長の起訴と再逮捕から今日で1週間なんですけれども、はい、あのこうした中、ゴーン容疑者が 会長を退任後に受け取るとされた報酬について前の代表取締役のグレゴリー・ケリー容疑者が東京地検特捜部の調べに対して退任後の報酬は確定していないとの認識を斉川社長と共有していたと。 いうふうに供述していることが分かりました、うんはい、ゴーン容疑者は2010年度から報酬の一部を有価証券報告書に記載せず会長退任後に受け取る仕組みを計画していた疑いが持たれていて東京地検特捜部は将来の報酬が確定していたというふうに見て調べているわけですね、うんうん、ゴーン容疑者の報酬をめぐっては退任後に受け取る報酬額とか時期を記した覚書に埼川社長の署名があったと いいうことが分かっていますでその後の関係者への取材で前の代表取締役だったグレゴリー・ケリー容疑者が特捜部の調べに対して退任後の報酬は確定していないとの認識を才川社長と共有していたと供述していることが新たたに分かりましたうーん <laughs> ケリー容疑者は今年9月ごろに才川社長と退任後の報酬額が最終的に決まっていないことを確認した上で逮捕された11月に来日して詳細を協議する予定だったと。 いいいうふうに供述しているということこなんです、ねうん、ゴーン容疑者も他の代表取締役と協議していないので退任後に受け取る報酬は正式に決まっていないとして虚偽記載の容疑を否認しています。うん、それから今後の裁判なんですけれども、はい、役員報酬が金融商品取引法で虚偽記載を禁止された重要な事項にあたるかどうかも争点になる見通しです。うん 過去に虚偽記載で有罪が確定した主な事件というのはライブドアの事件とか金棒の粉飾決算などがありますけれども、はいうん、業績に関わって株主や投資家の判断に直結する経常利益などの数値で嘘の記載をしていたんですね。うん、一方で今回の,この役員報酬なんですけれども、はい、これ企業の業績を示す数値とは性格が異なってきますよね。 日産の今年の3月期の連結売上高というのは11兆9511億円余りただ、ゴーン容疑者が隠したとされる8年間でおよそ91億円ということに比べるとですねまあ事業規模に比べれば少額であるとわれわれからするとすごい額もらってるなって言っちゃうんですけどまあ事業規模に比べると少額なのでまあ日産の株を売買する判断材料に果たしてこれがなるのかという。 指摘があるとというここなんですねこれは東京地検特捜部としたらまあ起訴したいわけですけれども、はい、ひょっとするとこれ起訴してもこれ無罪という可能性も出てきますよねですから事件の部分とその公認の部分これからどうなっていくのかの部分、はい、両方ちょっとチェックしていきたいですね。はい そして次なんですけれども菅官房長官は報道各社の世論調査で内閣支持率が下落していることについて一喜一憂しないのが基本的な考え方だというふうに語りましたこのうち共同通信社がおとといと昨日行った世論調査によりますと安倍内閣の支持率は先月の前回調査からおよそ5ポイント減って42.4%に落ち込みました 不支持率は四十四点一パーセントに上昇しまして、支持と不支持が逆転しました。うん、臨時国会などでの強引な手法が反感を招いたとみられ、うん、改正入管難民法の成立を評価しないというふうに答えた人は六十五点八パーセントに上りました。すごいね。 普天間飛行場の移設先である名護市辺野古沿岸部で土砂の投入を始めたことについても支持しないという答えが56.5%ということになりました、うん、菅官房長官は今日の記者会見で世論調査の結果に一喜一憂しないのが基本的な考え方だというふうに述べました。 一方、野党なんですが、はい、来年夏の参議院選挙をにらんで年明けの通常国会で反転攻勢をかける構えです、うん、立憲民主党の福山幹事長は世論調査の結果について権力行使に対する謙虚さが全く感じられないと国民が呆れた結果だというふうに分析していますすススはい yes、は以上ででこの後のの後コーナーーナナ経済ジャーナリストの町田哲さんにお話を伺います。 中国の通信機器大手、通信機器王手、はい、ファーウェイをめぐって、え、十二月一日に副会長兼最高財務責任者がアメリカの要請を受けたカナダ当局に拘束されました。十、はい、日には今度は中国政府がカナダ人の二人を拘束するなど緊迫した事態が発生しました。はい、日本政府もアメリカの動きに同調していて、うん、データ流出。 データ流出リスクのある製品を政府調達から排除するという方針を示しました、はい、携帯大手3社も同様の方針を固めるなど、うん、日本にも今後影響がが出る恐れがあります、はい、この一連の騒動の裏で何が起きているのか、うん、で私たちにどんな影響があるのか、はい、米中のハイテク戦争とか貿易摩擦の行方などを含めて 経済ジャーナリストの町田哲さんにお伺いしたいと思います。町田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。あの今日なんですけどもリスナーさんからすごいたくさんメッセージが、はい、あの質問なども届いてまして、はい、はい、えっ、ー、と奈良さんは。うん ファーウェイの副社長がアメリカ側の要請でカナダで逮捕とはショッキングなニュース驚きましただとか、うんはい、あと質問なども届いてまして、うん、スピード電車さん、はい、ファーウェイ騒動って他の国のことなので日本は関係ないと思うんですがどうなんですかこれ中学生の男のの男子が、うん、あのもすのすごく日本に影響大きいですよね それからですね、うん、タコさん、ファーウェイそのものの発端の容疑は本当にう疑うべきことなのでしょうか、うん、とか、えー、今回のニュースで中国の製品信用できないというレッテルを突きつけた感がありますが、うん、目に見えない国同士での攻防戦、うん、垣間見えますね実際のところどうなんでしょうかなど、ね、みんななんか、うん、なんか怒ってるんだけれどもわ、うん、からない。 とね、私もわからない。これは、松江野さんも本当にあの <laughs>、はい、初心者というわけですよね。ね町田さんそもそもですけれども、はい、この。 ファーウェイですよね、うんはい、これ、どんな会社なんですか。中国の国策会社。だだと思ってください、はい、国策会社、はい、<ー>31年前に創業してるんですけど、創業者は、うん、あの任正非さんといって、うんあの、中国人民解放軍の出身で,、はい、で、解放軍時代の自分の仲間たちと、この会社を作ったと。 で最初はね通信機器の卸売をやってたんですけど扱ってた製品があまりにも故障が多いんで自分で製造にも乗り出していったってことなんですけどあのだけれども、もう15年ぐらい前からですねその中国人民解放軍との結びつきがすごいとかえ中国共産党から多額の資金援助を受けているとかいうことであの創業から31年でですね世界の1、位を争う通信機器メーカーに成長したとした。はい でそもそも名前をね、中国名で見ていただくと、中華人民共和国のあの花っていう字ですね、あれのため出すっていう字で、花のための技術と書いてファーウェイテクノロジーなんですね。なので、もう最初からですね、中国の国策とともに歩みますよと宣言しているような名前をつけてるってのこともあります。なるほど。この会社は例えばですよ、日本のその会社で例えるならば、例えば NTT とかそんな会社というふうに。 考えてもいいんですか。あのはいあの1、うん、9 0そうですねあの、はい、85年に LTD って民営化してるんですけど、はい、その民営化直前ぐらいの。はい 日本の通信分野の国策を担ってた、うん、あの電気通信庁以来日本電信電話公社となって、はい、担ってたわけですけど、うん、それに近い性格はあると思っていただいていいと思います。うん、で当時はその、うん、西側陣営の一員であってもアメリカとの諜報性にも負けちゃならんということで、うん、NTT はその通信あの電気通信の事業者でありつつ、はい、同時にその あの通信交換機を作るとかいうことでも、うん、NEC や富士通や沖電機なんかと組んで、うん、徹底的に研究開発やってましたんで、うんまあ、そういう意味ではそれに近いただ、うん、ファーウェイの場合は NTT は自分たちで使うだけで売れなかったですけど、うん、ファーウェイの場合は自分たちが作ったものを買ってもらって、うん、格安の値段つけて買ってもらって、うん、そしてそれを使ってお客さんの情報を全部ごっそり持っていくかもしれないっていう怖さがありますね。うん、なるほどファーウェイははこれは えー、一言で言うとどんな会社なんですか。つまり。<laughs> あのだからあの今中国製造2025と言って、うんうん、あの習近平国家主席が肝入りの不、はい、国強政策をやってますけども、うんうん、あのその不国強政策のその根幹を担う会社の一つであるというふうに考えていただけばいいと思いますね。うんうん、あの通信機器ってこう。うん 漠然としたイメージなんですけれど、うんはい、具体的に言うとどんなものを作ってるんですか。あの交換機であるとか基地局であるとか、うん、あのルーターであるとか、それからあの皆さんが使うあの電話機端末であるとか、とかはい、そういうものをすべてほとんどやってると思っていただいていいと思います。シェアもすごいんですかあの交換機は、うん、あの世界一、世界一、三割近くのシェアを持ってますけども、うん、ええー、世界一。それからあの端末ですね、あの。うん あのアップルの iPhone なんかが日本では人気ですけども、はい、だけど格安スマホの世界では、日本でもあの一番最近、トップに躍り出ましたし、うん、あの世界でもあの韓国のサムソンについでに、うんえー、アップルを抑えて、アップルの参与アップルを抜いて、2位に浮上したという状況のところにありますその躍進の,その裏には何があるんですか、こんだけ躍進してくるというのは。あの 企業としてもなかなか立派なところはありましてねすよ。からあのさらにその技術オリエンテッドの会社でね通信分野の,その特許出願件数でいうとあのかつて元気だったその日本のパナソニック抜いたのはもう十数年前で今ダントツで世界一の特許出願件数みたいなの誇ってますしあのさらに言うとその。 あのメンンテナスものすごくよくて、うん、あの実は私11年前に当時の e モバイルっていう会社があの日本の携帯電話事業に参入すると言ってた時期に当、はい、の そこのトップに取材をして、うん、そのファーウェイのことを書いたことがありましてね<ー>と言いますのはそれまであの携帯電話の基地局って言ってもすごく大きくてですね、うん、あのよくトレーラーが引っ,かっ引っ張ってるコンテナありますでしょあれぐらいのサイズで5トンとか10トンの重さがあるのが携帯電話の基地局で。 そのもの自体が高いだけじゃなくてビルの耐震工事からやんなきゃいけないから、うん、基地局一つ作るのも大変だって言われた時代だったんですけど、うん、その e モバイルが買ったファーウェイスのやつはみかん箱3個とそんな違うんですかでもう20キロとか30キロしかないと、うん、なのでもの自体も安いんだけど、うん、その基地局を打つための雑居ビルが耐震工事がいらないというので、うん、もうこれで格安料金で参入できますと。 いうことを当時のトップが言ってたんですけどねでこの会社当時仙台あたりでその納入を導入基地局の整備をあのサービス委員の前で準備してたんですけどトラブルが起きるでしょ、はい、そうするとその当時の本社の深セから70人とかいう単位でそのトラブル処理にファーウェイから人が来ると言うんで<ー>そういうところはもう至れり尽くせりなんですね。 それに加えて自民解放軍だ共産党だの資金のバックアップもあるということなので強烈ですよねラジオネームやたけたのまさんから質問とメッセージが届いているんですけれども中国の情報技術ってそんなに高かったんですかとアメリカが脅威に思うぐらいレベルが高いんですかという質問この十数年でそのキャッチアップをしたということですね。 あのこれはもう電気自動車なんかでもそうですけども、うん、あの中国があの安いもの粗悪品を作ってるっていう考えはもう捨ててください、うん、技術力ではあのいろんな分野で日本が抜かれ始めてます、うん、もうとっくに抜かれ始めてますうんそうなんだ<特>にす <laughs> <で>すごいですね今回そのファーウェイの、うんまあ、創業者の娘であり、はい、その副会長ですよね、はい、その人が拘捕された逮捕・拘束された。はい この裏には何があるんでしょうこれねあの2つあるうちの1つなんですけど、はいうん、要はその通信機器って、うん、その軍事とか安全保障にも直結しますし、うん、次の,その自動運転とか、はい、あのライドシェアとか、うん、あのドローンの操縦とか、うん、そういうもの全部ちょあの産業構造の産業競争力の根幹にも直結しますでしょ、はい、だからアメリカは中国にそれを取られたくなくて、うん、で中国の,その代表選手がファーウェイだから。 2つのやり方してて1つはそのイランの制裁に違反したということで、うん、次のファーウェイの経営者になると言われている人を逮捕しにかかったわけですね。 これが一つう、うん、でもう一つはだからファーウェイは危ないよと、うん、皆さん使うのやめようということを世界に呼びかけてるそれに乗ったのが日本政府もそうですし、はい、実はすでにオーストラリアニュージーランドフランス日本は政府レベルでアメリカに同調するとうん、うん、それからあのドイツはドイツテレコムイギリスはブリティッシュテレコムそれぞれナンバーワンの通信事業者がやっぱりアメリカに同調すると言ってる。うん、つまりそのアメリカヨーロッパ日本 西側諸国は、みんな、その中国包囲網を作り始めているっていう状況ですね。その、その二つの方策の一つが、この逮捕だと思ってください。なるほど。これ、カナダ政府が逮捕しましたよね、対局は。ね、はいはい、この身柄は、一旦、今、あの、保釈されてますけれども。今度、アメリカに渡すとか、そういうことは、あり得るんでしょうか。あの、おそらく、渡すでしょうね。うん、渡します。というのは、そもそも、その、はい、あの、犯罪者の、あの、引き渡し協定があるから。はいうん、で、スムーズに渡してくれるであろうから。うん カナダにお願いして、逮捕してもらったってことですから。うん、なるほど。あの、当然だから、カナダでそれに相当するという手法手続きあると思いますけども、うんうん、あの、速やかに渡す可能性は大きいと思いますね。アメリカに渡った時にですね、アメリカ当局はどんな捜査をするんでしょうか。あのね、うん、イランの制裁っていうのも、これかつて、はい、あの。 またその再びイラン合意から脱退してまた制裁始めてますけどその前の時の制裁で3年も4年も渡ってあのイランに輸出しちゃいけないものをあの香港のダミー会社経由で輸出してたとでそのダミー会社とは自分関係ないんだっていう嘘をついてきた。 うん、この詐欺もあるということで、あ,<ー>あの厳しくやられたら懲役十数年ぐらいのですね、うんえー、とんでもない刑事罰になってもおかしくないです。です逆に言うと、あの中国に戻ってファーウェイのトップになることはないと思った方がいいと思います。<ー>アメリカで拘束されてアウトです。あそうですか。はいや、それを狙っての逮捕というのも、はい、うそうなんですね。うーんこの。 ファーウェイの,その逮捕にこれ関連してですけれども、うん、やはりは一番恐れてるのは諜、えー、報活動ですよね、それがやはり優れているでどんどん進んでいる。 ということですか。はい、その通りです。で、これ二つありましてですね。うんはい、あの一つはまず技術的に、はい、あのファーウェイは否定してます。はい、してますがあのバックドアと言われるものがあってですね。はい、バックドアって。はい。あの製品のですね <laughs>、はい、あの裏口です。裏口裏口製品の使用書にはそういうものがあるって書いてないんですけど、はいうん、通信ポートって言いますけど、その通信を入れたり出したりする出入り口みたいなものがあの使用書設計書にないものがついていたと。 いでここからですねいろんな情報が例えば矢野さんがどこで誰とコンタクトしてたとか矢野さんがいくら稼いだっていう情報があったとか矢野さんがどんなこうんだろう人に言えないことやってたとかですねそういうのが全部ここから取られちゃうんじゃないですかということが言われてます。ここのの手ととはは実もう年代前半からでですねずっ言われててき ここここををうううう使っっててていい悪さししまたのは実は明確ななケース一つもないんです、うん、だけどこういう設計になっててこういう帽子があるからファーウェイは危ないでしょっていう言い方で、うん、あのずっと追求されてきてます。うん、ただもう一つはですね、はい、これはあんまり新聞報道なんかで出ないんですけどもともとお国柄だね。 うん、中国っていう国は中中国国の企業が中国政府に逆らうことはありえない、はい、もう無理難題でも違法行為でもやれと言われればやっちゃうのが中国の国柄ですけど、うん、さらに去年のいろんなインターネット関連の法律の改正でですねいろんな情報はあのそういう情報を蓄積したサーバーは中国国内に置、OK、けとかですね、うん、必要に応じてそれは中国政府に直ちに提出せよとかですね、うん、そういうのが法律的義務づけられてますんで、うん、法規制上も実は中国は中国企業から その中国企業の例えばファーウェイの端末使った日本人が何をやってたか伝えろみたいなことは伝えざるを得ないという法律の仕組みになってますんでまあもちろんそうしたとかそうするとかいうのは出てませんけど法律上はそういうことが可能になってますんでやっぱり相当リスクがあるというのは事実でしょうね。 しかしこの諜報活動というのは中国だけじゃないですよね。ね、911、うん、以降ですね、はい、あのアメリカもパトリオット法というのを作って同じようなことをアメリカもやってます。 であの現実にその日本でもそ,のそういうアタックに対するいろんな対策とか調査とかしてますけども、はいうん、明らかにそれはアメリカなんかに比べると遅れてますので、うん、あの正直言うとアメリカに言われるまんまに言われた対応しているっていうのが日本の現状で、うん、そこはやっぱり非常に寒い現実がありますよね、うん、なるほど今度はやっぱりそのアメリカの焦りがあるわけですねその中国の,その技術革新によってあ、はいあの。ガーファってよく言いますグーグル。うんはい これはあの今の世代第4世代の携帯電話でですね世界を支配しているわけですけども、はい、これは第4世代の携帯電話での話であって、うん、これがえ来年からあの一部でスタートしていく日本でも東京オリンピック前に始まると思いますけども、うんうん、第5世代になった時第,世代第4世代から第5世代に移るんですけど第5世代になった時飛躍的に通信スピードが上がるので。はあ そうすると新たな使い方ができるんですねその新たな使い方の開発競争で実は中国の方が 圧倒的に進んでますんで進んんんでででまますすかそれが世界中に行っちゃうことを何としても止めたいっていうのが、うん、そのファーウェイの危機危ないですよって言ってるもう一つのアメリカの,あの思惑ですねそれってななんんかかずる,い <laughs> ずるくないんですあのそういうことはかつて日本も何度もやられていて、うん、例えばアナログのハイビジョンとか、うん、デジタルのハイビジョンこれはのテレビの伝送方式で、うん、あの画像がすごく綺麗になるやつですけど、うん、これは日本方式 方式が圧倒的に技術的にも優れてたのに日本に接見されるぞと言ってヨーロッパとアメリカに寄って戦って潰されたことありますよねでそういうところっていうのはこのやっぱり通信とか放送とかいうところはあの国防に直結してますんでね強烈な戦いになりますでそういう例は今までもあるしこれからも多々あると思いますで現実に始まっているということですね でその世界ではやっぱり中国が今リードしてるということですか、はい、あの実は第4世代から第5世代に移るときに、はいうん、先ほど申し上げました基地局はソフトウェアのバージョンアップでできるんですけど、うん あの中国の方が第4世代の携帯電話の基地局の国内整備はアメリカより桁違いに、うん、一桁、二桁違うレベルで進んでますんで,ですあっという間に 5G に転換できるのが中国の強みですね。はい、で13億の人口を持ってますから、うん、先ほど申し上げたそのオーストラリアやドイツやイギリスが協力しても全部合わせても、うんうん、ユーザーの数じゃ中国には勝てないですよねアメリカ側は。 今町田さんの言葉に出たその第5世代とか 5G ですよね、はい、これど、どんな違いがあるんですか、この<ー>今<と>、あの、伝送速度って言いますけど、はいあの、瞬時に送れる情報の量が桁違いに多いと、<ー>なので、あの今あの、BS 放送なんかで 4K とか 8K とか、はいはい、高精細なさらにきれいな画像のテレビ放送始まってますね、うん、ああいうものが例えば、スタジアムの中で、うん、同時に何百人の人が携帯電話で見れちゃうみたいな。うん、携帯でで見れるんですか、はい、そういうい速度に 変わりますなのでそれを使うとその今の SNS がもう全然別物になるかもしれないし自動運転とかドローンの操縦とかって言うともう全然違うことができるかもしれないですよね。そこの,あの根幹の技術を全部中国に握られるってことをそういうあのいいことで使われたらいいんですけれどこれが軍事面とか諜報活動とかに使われるというのはすごいこれは怖いことですね。 全くおっしゃる通りで今のその第3世代第4世代の携帯電話っていうのは CDMA とかそういうプロトコルが使われてるんですけどこれ全部米軍が開発したものですしインターネットもご案内のとおりスタートは米軍が開発したものですねそういう意味で言うとこの手の技術と軍事技術っていうのはもうニアリーイコールであの表裏一体の関係にありますんであの簡単に軍事転用されてしまいますね。 G. P. S. GPS だって、そうですよね、アメリカの軍事衛星ですよね、もともとは。これ町田さん、これ下手すると、新たな東西冷戦に発展していくんじゃないですか。あり得ると思うんです。うん、あの、今アメリカと、そのヨーロッパ、はい、まあ、あの。うん の国もも入りますけれどもうん、うん、日本これが組んで中国を保もを作ってるように見えるんですけどうん、うん、実はそのインターネットの規制のあり方みたいなのは国連の,あの電気通信連合 ITU っていうところで話し合うんですけどうん、うん、ここでは実は中国ロシアアラブ諸国アフリカ諸国がずっとその連携してきてて、はいうん、今までその ネット上で自由は認めないとネットは規制していいんだと国家の安全保障のためにいくらでも規制していいんだというようなルールが78年前に通ってるんですけどこういうのは実はアメリカヨーロッパ日本が反対したのに中国ロシアアラブ諸国アフリカ諸国の賛成で通っちゃったとかそういうのがありましてねでこっから先まさに矢野さんが心配されるように中国を孤立させようとしてもそういう国々がみんな中国側についてかつての東西冷戦みたいな構図になってもおかしくない。 と僕は思いますね、うん、なるほどこれ日本への影響ですよね私たち どうう考えたらいいいんんででしょ現実にすすご攻撃起きてるこれももう何年も前からですね実は日本の日銀だとか財務省だとかそういうところのシステムは5分に1回ぐらい攻撃受けてましてね分にでそれがですね春節とか北朝鮮の祝祭日にピタッとその攻撃が止まるのでどうもこの攻撃の主は自民解放軍だったんだなとかあの。 朝鮮人民軍だったんだなとというようよなななことが言われてる状況なんですね、うんうん、なのですでにそういう攻撃はものすごく起きていて、うん、であのそれに対する防御が、うん、あの日本企業はかなり遅れてるというのも現実で、うん、そうすると変な話ですけど皆さんの銀行の残高をサイバーアタックで壊されちゃえば、うんはい、預金消えちゃうわけでしょ。 ね、それから原子力発電所暴走されたら大事故起きるわけでしょだけどそういうことに対する対応は日本は相当弱いですね今一生懸命やってる政府の一部ではやってるんですけどだけどそのアメリカやヨーロッパが取り組んでるのに比べればだいぶ心もとないですし、はい、それとねあの 日本のあのアメリカの企業なんかは、うん、そういうことをその情報共有してね、はい、あのライバルにも政府にも伝えて、うん、同じ攻撃を受けたらどうするかっての一緒にやるんだけど、うん、日本の企業はその攻撃を受けると恥と思っちゃうんですねで隠すんです自分たちが攻撃を受けたっていうの、うん、なので日本の企業が対策が致命的に遅れてると言われてます。なるほど びっくりしました。5分に1回はそういうサイバー攻撃を受けていたわけですね。<ー>それに対してその日本のその対処というのが非常に遅れているという話、本当に驚きました。ね、え今日はあファーウェイ騒動について、えー、経済ジャーナリストの町田哲さんにお伺いしております。町田さんにはエンディングもお付き合いいただきます。あいます、はい。ありがとうございます。ニュースなラジオでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。 ニュースに関するご意見、ゲストへの質問や番組の感想など何でも結構ですメールは今 −mbs1179.com ima−mbs1179.com までお待ちしています。 それでは今日その他のニュースを伝えてもらいます上田孝幸キャスターですお願いしますはい。昨夜札幌市豊平区で42人が怪我をした爆発事故は、うん、居酒屋の隣の不動産店で起きたと見られることが分かりました不動産店の従業員が消臭剤のスプレー缶100本以上を廃棄するために穴を開けて湯沸かし器をつけたら爆発が起きたというふうに話していると、うん いうことなんですね。この爆発は昨日午後8時半頃、札幌市豊平区の木造2階建ての建物の近くで発生しました。発生元とみられるのは不動産仲介業、アパマンショップの店舗で跡形もなく吹き飛んでいまして、隣接する居酒屋より被害が大きいということです。この事故で居酒屋の客ら40人とアパマンショップの従業員2人の合わせて42人がけがをしえ、このうちアパマンショップの従業員1人が重傷です。 また、倒壊した建物を含む二十八棟と車両二十四台に被害がありました。アパマンショップの従業員は、消臭剤のスプレー缶百本以上を廃棄するために、穴を開けて湯沸かし器をつけたら、爆発が起きたと話しているということです。警察は、充満した多量のガスに引火し、爆風が広範囲に及んだ可能性もあるとみて調べています。 東京電力福島第一原発事故で自主避難した後うつ病を発症したとして40代の男性と家族が東京電力におよそ1億8000万円の損害賠償を求めた裁判の上告審で最高裁判所は男性側、東電側双方の上告を退ける決定をしましたこれにより休業による損害や慰謝料などおよそ1600万円の賠償を東電に命じた2審の判決が確定しました。 東電によりますと、自主避難で賠償が認められた判決が最高裁で確定するのは初めてです。一審と二審の判決によりますと、男性は2011年3月の事故の直後、妊娠中の妻と子供2人を連れて福島県郡山市から京都市などに自主避難し、9月にうつ病と診断されました。去年の大阪高裁の判決は一審に続いて事故とうつ病の因果関係を認めましたが、 損害賠償や遺写料などの額を一審の合わせておよそ3000万円から減額しておよそ1600万円としました男性側と東電側双方が上告しましたが最高裁はこれを退けて二審の判決が確定したということで求めていた損害賠償の額が最初1億8000万円で一審で3000万円だったのがさらに減額されて1600万円。まあちょっと ちょっとこれは冷たいんじゃないかなという気がしますひど、ねはいねこれはかつての郵政保護法で不妊手術を強制された人が国に損害賠償を求めている裁判に新たに宮城県の70代と80代の男性が加わりました旧郵政保護法をめぐる報道を見て参加を決めたということで訴えを起こした原告は全国で15人となりました、うん 新たに訴えた2人のうち、宮城県の70代の男性は、10代の時、知的障害者の職業訓練施設に入所しましたが、職員に診療所へ連れて行かれ、手術を受けさせられました。男性によりますと、施設では同じように手術を受けさせられた入所者が多くいたということで、国は多くの人の心と体を傷つけた責任を感じてほしいと訴えています。同じく提訴した80代の男性も、 手術の時に説明は受けず、大人になってから子供ができなくなる手術だった。と気づいたというふうに明らかにしまして、施設の先生や病院の先生を恨んだこともあったというふうに話しました。二人は、旧優生保護法をめぐる一連の報道を受けて、裁判に参加することを決めたということで、国に対して、合わせて六千六百万円の損害賠償を求めています。 政府は外国人の就労の拡大を狙った来年4月の新在留資格の導入に向け制度の内容について記した基本方針と分野別運用方針それに外国人の受け入れ策を盛り込んだ総合的対応策の素案を今日自民党法務部会に提示しましたこの中で新しい在留資格である特定技能1号の5年間の受け入れ見込み数について先に国会に提示した数値を変更せず 対象とする14業種で最大34万5150人というふうに明記しましたまた曖昧だと批判のある技能水準について特定技能1号は特段の訓練を受けず直ちに業務を遂行できると説明しています、うん 特段の訓練を受けずにできる仕事があるんだろうか <laughs>、ね、さっきスタッフとも話をしていたんですが与党内の手続きを経て政府は25日にも基本方針などを決定し早ければ来年1月に国会に報告します。 おしまいにスマートフォンを使った決済サービスペイペイでクレジットカードが不正に利用される被害が相次いでいることが分かりました身に覚えのない請求が来たという相談が運営会社にありまして何らかの方法で入手した他人のカード情報をアプリに登録し 高額商品を買うううとといいい手口だというふうに見られています運営会社によりますと被害相談は今月11日頃から寄せられて数十件に上っていてサービスを利用していない人からの被害の訴えもあったということなんですね。うん 運営会社からの情報漏えいはないという説明で不審な請求があった場合はカード会社に問い合わせるよう呼びかけているということです。うん、ペイペイというのはこうスマートフォンを使って QR コードを読み取るなどしまして決済して、うん、登録したカードから代金を引き落とすという仕組みで、まあ、電子マネー的に使える仕組みですけど、えー、運営会社は今月4日から13日は利用者獲得のために支払い額から総額100億円を還元するキャンペーンを開催して、うん 利用者が急増していたということだったんで、されている方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとセキュリティ問題気をつけていただきたいと思います。以上ニュースをお伝えしました。続いてはこのコーナー。10分で今を解説。今日の担当は福本慎吾アナウンサーです。こんばんはよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も残り14日2週間となりました。 そろそろ始めないといけませんのが大掃除ですしんどいよねこれ <laughs> そうですね <laughs> やらないといけないと思って後回しになってしまうんですけどもんそんなことを覚えまして今日のテーマなんですが、うんうんはい 紙紙ゴミののリサイクルについいてお届けたしますすでか私のイメージでは矢野さんのお家はきっといろんな書類にたくさん囲まれて生活されてるなと思うんですけども新聞紙とかも多いわそういう紙ごみを処分するのがこの大掃除の時期だと思うんですけども一方で加藤さん紙ごみ他にも「コシと言い方もありますけどもそのリサイクルってどんなことを思いつきますか えどんなこと？ええ、どんなもの？あ段ボールとかですか？ええ、うんそれから何でしょう？うんうん、私たちのこういう使ってる原稿とか台本とかまだあるんですか？ そうですね一番有名なもので言えば新聞紙ではないでしょうか新聞紙あと雑誌もリサイクルすることができるんですが、うん、このリサイクルの方法なんですけども地域によって本当に差があるんですが古紙、はい、回収業者の方にお願いしたり自治体が回収したり、うん、町内会などのコミュニティが回収したり、うん、場合によってはスーパーなどでも回収しているところがあるんですよね。 これら紙ごみのリサイクルなんですが経済産業省の統計によりますと1970年の日本の個紙回収率は40%弱だったんですが、うん、その後、上がってきまして2016年ではおよそ81%まで来ましたですが、うん、例えば大阪市の2010年のデータを見ますと、はい、大阪市の家庭系ごみ全体のうち、うん、およそ11%は リサイクルできる紙が捨てられていまして<ー>事業系ゴミで言いますと21%の紙がリサイクルできるのに捨てられていましたあそうか燃えるゴミと一緒に捨てちゃってるんだなそうなんです<ー>それらの紙はリサイクルできるのに捨てられるもったいないということなんですねそこで今回は紙の中でも雑紙に注目します、はい、雑紙え<っ> <laughs> <laughs> これはですね,ですね、うん、2005年にできた分類でして古紙、はい、リサイクル会社などの団体古紙再生促進センターが作った分類でして、うんうん、雑紙の定義は細かく言うと、はい、これも自治体ごとにいろいろなんですけども、はい、新聞、雑誌、はい、段ボール、うん、牛乳などの紙パック以外の紙です。はい、以外ねえ<っ> 例えば、先ほど加藤さんおっしゃったコピー用紙、チラシ、カタログ、紙袋、包装紙、封筒、はがき、紙箱、お菓子の箱トイレットペーパーの芯などなど。 これらすべて雑紙としてリサイクルすることができるんです。ラジオを聞いている方も燃えるゴミに入れてるわという方いらっしゃるんじゃないでしょうか実際によっては雑紙と言ったりその他の紙という表記でゴミをしているところもあるんですけどもこれらすべてリサイクルできるんです。ところで紙のリサイクルってどのようにやっているかイメージつきますでしょうか。うん うちは桃崎市なんで市がやっぱり回収してます。あの火曜日だったかな？水曜日かな？う1週間に1回来てますよ。だから紙あのくくって置いてます。あ、いいですね。あの捨て方もですね。紐でくくったり紙袋に入れて捨てたり、いろんな方があるんですけども、その紙はですね。工場などに持って行ってリサイクルの作業がされるんですね。腰。 紙を水に入れてそこに薬品を入れて紙を溶かしていきますそれによってインクが浮いていって紙のリサイクルできる原料とインクに分かれるんです次にゴミを取り除くという作業がされます例えばコピー用紙ですとまたコピー用紙になったりトイレットペーパーの芯になったりするんですよね新聞紙はまた新聞紙になったりお菓子の箱に生まれ変わるんです しかし残念ながら雑紙としてもリサイクルできないものもあります例えばレシートに多い寒熱紙あ、はいはい寒熱紙ねツルツルしたやつですかそうです他には写真あ、写真もダメはい防水加工されているものあ、そうだこれらの共通点は水に溶けないということですしたがってリサイクルできないんですなるほど さらには匂いがついているものや、ひどく汚れているもの、これもリサイクルはできません。したがって、これ以外のものはすべてリサイクルができます。そっか。え、でも、あの小さいその雑紙は、縛ったりとか難しそうですね。そうですね。あの捨て方は紙袋に入れるという方が一番いいと思いますので。なるほど。詳しくは、お住まいの自治体のホームページご覧いただくのがいいと思います。はい。 そそののリサイクルなんですが、はい、その捨て方細かいことを言うといろんなルールがありまして、うん、ここをぜひ大掃除の時にご協力いただきたいところなんですけども、うん、例えば封筒の明細書などについているプラスチックのフィルム、うん、お届け先の住所などが透明で見えるなっていフィルムあそこはプラスチックですので、うん、そこは剥がして分類しないと分別しないといけません。うんうんうん 他にはティッシュの箱の取り口のビニールついてるね。ええ、あ,<ー>あれも剥がして紙と燃えるゴミないしはプラスチックゴミとして分類して捨ててください。はい。はい、そうか。あとこれも私たちよくあるんですけども、書類をホッチキスで閉じた場合。うん、ああ、それどうしたらいいんですか。取った方がいいんですか。これはですね。うんうん 大体リサイクルの過程でゴミとして分類できるんですけれども、うん、先ほどご紹介した古紙再生促進センターの方によりますとなるべく取ってほしい一方でホッチキスといいますと、うん、雑誌やパンフレットなど最初についているホッチキスの針ありますよね、うんうん、これはそのまま捨てていただいて結構だということなんですよね。 ということでルールいろいろあるんですけども、うん、もう本当にねホームページを自治体のホームページ見ていただくのが一番です。うん、今自治体ではいろんな方法でこの雑紙のリサイクルを広めるように周知、うん、工夫をされています。うん、滋賀県大津市では家庭ゴミのうち燃やせるゴミのうち資源として再生できるコシ雑紙が15%あったということで、うん、今年11月雑紙分別袋2万9000枚 二万九千枚を商店街で無料配布されて雑紙がリサイクルできることをお知らせされています、うん、京都市では四年前から雑紙のリサイクルをされています、うんうん、京都市のウェブサイトを見ますと、うん、雑紙としてリサイクルできるかどうか一覧表がありまして 百十八品目。丸ばで書かれています。先ほど加藤さんおっしゃった小さな紙でメモ用紙。この京都市の百十八品目に書かれていまして。リサイクルできるかどうか。丸です。あ、できるんだ。ただし、分別するたの、際の注意点として。個人情報はなるべく除去してください。このような配慮の感じですね。 他何か気になるものありますか?。ええ。私たちはあの、紙コップよく使うから、紙コップとか紙ですよね。紙コップは、リサイクルできません。あ、そうか、つるつるしたところがあるからですね。そうです。そのつるつるしたところ、内側ですが、防水加工されているので、これはリサイクルすることができないですよね。ああ、そうか。ですので。 水に溶けない紙いわゆる防水加工されているものとひどく汚れたもの匂、うん、いのついているものはリサイクルできないんですが、うん、それ以外はリサイクルできるとぜひ覚えてくださいじゃあ大概できるね,そう,ねそうなんですよ新聞や雑誌ダンボール以外は燃やすと思っていた方ぜひねこの大掃除の際に考え方を最新バージョンに改めていただきたいと思います、うん、<laughs> このようにリサイクルできる紙ゴミを紙ゴミ として燃やすのではなくてリサイクルすることでつまり燃やせないことで温室効果ガス排出量を削減することができます再利用することで資源を守ることにも役立つわけですよねこの日本での古紙回収というのは江戸時代からされていまして和紙は高価なものですので何度もすって使っていたわけなんです是非今年の年末の大掃除の時簡単にできるリサイクルだと思いますのでこの大掃除 紙ごみゴシを少しでもリサイクルできるようにやっていただきたいと思います。勉強になりました。はい、ありがとうございました。十 <laughs> 分で今は解説でした。ニュースなラジオ。今日はファーウェイソーファーウェイ騒動について、えー、経済ジャーナリストの町田哲さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの質問がね、次々届いてるんですが、ラジオネームですよねさんからです。 日本の携帯電話3社とファーウェイの関係はどのような関係になるんでしょうかまた、ファーウェイの部品あるいは製品が日本の携帯電話に使用されているのかどうかわか,からないので教えてくださいという質問です。はいあのまず えー、携帯電話3社とファーウェイの関係ですけど、はい、NTT ドコモと、えー、KDDIAU はファーウェイの基地局は使っていません、はい、入っているのはソフトバンクだけですソフトバンクが基地局で使ってます取り入れている、はい、から、えー、端末電話機の方は、はい、これは各社ともファーウェイのものも売っていますただもともと格安スマホとして入ってきているので、はい、あの例えばアップルの iPhone なんかの方がですね、うん、あの携帯電話会社は売る 上ではメリットがあるのでそんなに力を入れているとは思いませんけども<ー>扱ってはいます今回そのは、うん、冒頭から話しているように、はい、こう政府の機密情報を扱うようなところでデータ流出のリスクがあるということで製品を外そうという流れになってますけれども、うんはい、そういった端末を持っているだけでも何かこうリスクは私たちにあるんですか、あのー 手間がかかるので、うん、個別の端末ベースまでやってくるとは思いませんけど、うん、だけどリスクという意味では当然ありますよね、うん、だからその例えば安倍総理の持っている端末が特定されていれば、うん、それを追いかけ続けるっていうことはあると思いますけど、うん、私たちレベルのものまで追っかけてもそんなに意味はないので、うん、そんなにやってこないとは思いますよね、うん ただ、ムあの格安スマホで売り上げ1位ということは、かなりの人が日本でも持ってるということですよね。そうですねただ、これ実は第一世代、第二世代のアナログからデジタルに変わる頃から言ってるんですけど、電話でそんな大事な話はしないと思ってください、それからラジオネーム、竹内さんからです。 ファーウェイ製品には日本の企業が製造する部品が使用されていたりするんでしょうか使用されているものがあってもおかしくないと思います、うん、ただその比率は実はですね、うん、あのアップルの iPhone も中国製なんですね、はい、でそれはあのピーク時は7割ぐらい日本の部品入ってましたし、うん、まだ相当レベル入ってます、うん、それに比べるとファーウェイの製品には日本の部品っていうのは相当少ないと思います。 ただその数がすごいわけじゃないですかです、ね、なのでもうファーウェイが排除されたという場合には日本経済にも影響が出る可能性はそういう意味では、はい、あのファーウェイも含めてですね、はい、あの端末も含めてあの日本からの輸出も減りますし逆にそのそういうものをアメリカに輸出できなくなるとですね、はい、あの あのファーウェイの売り上げが落ちて中国の景気が落ちますよね。はい、そうすると他の製品だって中国向けの輸出が減るという意味で日本経済に影響が出ます。それはもうアメリカに対してもそうなので、うん、あの経済はあの影響無縁ではいられないです。ん他には何か影響っていうのは考えられますか？日本への影響っていうのはあのーうん、や やっぱりその冷戦的なものがですねあ、はい、あのもっとさらにその純粋の経済の問題じゃなくて、うん、かつて実はあの矢野さんなんかおかしいと思うんだけど国務規制ってありましたよね対共産権向けということでちょっと防衛に転用できそうなものは、うん、あらゆるもの輸出が禁じられてたじゃないですか。はいはい それはそれこそあの金属のマテリアルみたいなものまで入ってくる可能性があるわけで、うんうん、そういうところにエスカレートしていった時はとんでもない影響になってきますよね。うんうんうん